今日はね、今から東京に向けて車で出発するの。だいたい兵庫県から東京まで多分ノンストップで6時間でも、間でサービスエリアで休憩したりとか買い物をしたりとかするので、多分8時間ぐらい眩しいかかる予定。今回は東京レポということで行ってきます。東京ミッドタウン日比谷にやってまいりました。ご飯を食べてクリスマスツリーをちらっと見るという、そういう作戦でも電気がまだついてないから可愛く光ってないねんけど、でもこれ夜光ったらめっちゃ綺麗やろね。決まってんの？言うてくれな、無理や。
はい、今日はですね、パーソナルスタイリスト協会11周年設立パーティーに参加させていただいておりました。で、代表は五十嵐香織さんという方で、本当に本当に本当に素敵な女性なんですけれども、いつもねお世話になってて、亜美ちゃんもおいでって言ってくれたので、今日は東京まで来てみたというわけです。で、ここはですね、帝国ホテルのなんかフロアみたいなところ。やっぱりね、なんかあちこちクリスマスになっててね、いい感じのとこが多いよ。で、まだまだ吉原さんの東京旅は続くので、また後でね